い酒好きな新潟人の一同が、はい、いきます。今回は、チューハイです。タカラの自家搾りの、イタリア産のベルガモットです。アルコール度数 4% で果汁が 1%。世界各地から厳選した果実を使用した限定出荷の自家搾り、世界のフルーツ瓶シリーズ。イタリア産ベルガモットの果肉を丸ごと絞ったストレートコンダック果汁を使用。原材料がベルガモット果汁と焼酎と糖類と酸味料と香料ですね。うん。で、ベルガモットっていうのは何なんですかね。見た感じなんかグレープフルーツっぽいんですけど。聞いたことないね。ベルガモットって。なんだろう。じゃあ、いただきまーす。乾杯。レモンっぽい。なんかレモンっぽいぞ。ベルガモット。レモンっぽいな。ベルガモットはみかん科の、柑橘類だって。あ、確かにみかんっぽい。みかんの香りがするわ。ちょっと酸っぱいけど。何かに聞いたことあると思ったら、紅茶のあれか、アールグレイか。アールグレイっていう紅茶の、あれはベルガモットで着工した紅茶であるって。アールグレイのお茶、紅茶はね、たまに飲みますけど。あ、見た感じはね、ほとんどグレープフルーツに近い。結構デカめですね。でも、味はちょっとレモンっぽい。なおかつちょっと、みかんっぽい。うん、美味しい美味しい。結構酸っぱくて美味しいですね。アールグレイ。ベルガモットの、で柑橘系の香りをつけた紅茶。これ美味しいよね、アールグレイね。これもアールグレイの紅茶は大好きですけど。ジャンナッツっていうメーカーの、アマゾンで安く売ってるんですけど、ジャンナッツっていう、アールグレイの紅茶。これ安くていいんだよね。柑橘系の香りが非常にして結構いいよね。ダージリンがあれか。ダージリンティーがなんだっけこれ。あ、マスカットだ。ダージリンがマスカットフレーバー。アマゾンでこれ、ジャンナッツの、アールグレイの紅茶100パック入りで、あれだよ、756円だよ。超安い。安っ。100パック入ってて、756円って。これまだいっぱいあるけど、まだちょっと大量に残ってるんだけど。うん。美味しい。安いな。ただね、何も入ってない普通の紅茶だと面白くないんだよね。よくある。なんだ。
安い、あの、紅茶。あの、リプトンのイエローラベルとか。あれ、だと美味しくないんだよね。なんか、つまらない。だから、ちょっとフレーバー的な意味で、ね、ベルガモットの、やっぱ、アールグレイ。これ美味しいよ。ああ。うん、でも結構酸っぱい。これ酸っぱいわ。ベルガモットか。珍しいっす。ただちょっとアルコール度数 4% って低いよね。ちょっとそこは、あれだな。微妙だな。もうちょっとそこは、7% ぐらい欲しいわ。うん。ああ。うん、まあ、そこそこ美味しかった。まあ、そもそもあの、ベルガモットの、チューハイって、聞いたことない。そもそもベルガモットっていう名前自体まともに聞かないでしょ。名探偵コナンぐらい多分。そんなやついたような気がする。まあ普通に美味しいは美味しいんで、うん。これ四つ星でいいな。3444です。ご視聴ありがとうございました。